鹿沼の中田さんが今日の新聞に載ってました。それは匠の時計修理師9人ということで載ってましたけど、まあ、正直言ってこの資格、私この制度知りませんでした。まあ、私自身も時計の修理の試験を受けて載っておりますが、このような試験が新たにあるというようなことは正直言って知りませんでした。まあ、技術を磨くということは素晴らしいことがありますので、これからも精進していただければと思います。まあ、中田さんのお父さんとはいつでも県の統計の組合の会議では一緒になりますので、そして息子さんもこういうような形で活躍している、そしてまたこういうような形で統計協会のことを新聞に載せていただけるということは大変嬉しく思っております。